こんにちは。今回は意外と行きにくい新スペ2撮影時赤沢塾をご紹介ということで、トリック新作スペシャル2では多くの撮影を赤沢塾と呼ばれる地域で撮影が行われました。詳しい場所は後で解説するとして、この赤沢と呼ばれる地区の撮影地を今回は紹介していき、行き方なども紹介していきたいと思います。それでは早速赤沢塾がどこにあるのか見ていきましょう。そもそも赤沢塾はどこにあるのでしょうか。こちらがトリック矢部健三シリーズの撮影地をまとめた地図で、この矢印の部分が赤沢塾です。愛知県寄りとまでは言いませんが、都内から見て富士山よりも奥というと分かりやすいでしょうか。住所としては山梨県南駒郡早川町赤沢という場所で、かつて日蓮宗の宿場で、現在では重要伝統的建造物保存地区に認定。身延山と七面山への参拝客の宿泊地として栄え、急斜面に集落が広がるのが特徴です。少しズームした地図がこちら。この地図を見て撮影地がかなり密集しているのがわかると思います。この赤いマーカーすべて撮影地で、赤沢塾と呼ばれる場所です。ちなみにここにポツンとあるマーカーは、直子と上田が人よ村に向かう際に通った道とエンドロールで歩いていた道です。正確にはエンドロールの道は若干位置が違いますが、ここまでまとまっているのは珍しいですし、撮影地巡りも見応えがあると思います。では赤沢塾の方にもっと近づいていきましょう。全てをじっくり解説するのは時間がかかりますが、簡単に地図から見て一番上から見ていくと、こちらが次郎号を止めた場所。現在は重機と資材置き場になっていますね。そして少し進んでモズの早煮えがあった場所。また少し進むと、佐々木菊江が西園寺誠一とちぎりを交わしたことになっていると打ち明けた場所。この辺りから集落に入り、またまた少し進むと亀の屋の撮影地となった江戸屋旅館があります。ここは今も営業している旅館なので、ぜひ行く機会があれば泊まってほしい場所です。もう少し進んでいくと細く下った道があります。この道に西園寺誠一が小松京子に髪の毛を渡した場所があります。ここを下らずまっすぐ進むと、村人が小松京子を恋愛の教祖様の会場に誘った場所があります。後ろを向くとよくわかりますね。そして進んでいくと、夜に小松京子を探して走っていた場所。隣には恋愛の教祖様が来た公民館の会場、東崎綾乃が真相を告白した場所の赤沢区公民館があります。この道をもう少しまっすぐ進んでいけば、小松京子と東崎綾乃が出会った場所があるなど、これで全てではありませんが、かなり密集していることがわかりますよね。正確には新スペ2、全ての撮影地がここというわけではないのですが、ほとんどがこの赤沢塾で撮影されました。ぜひおすすめしたい撮影地ですが、少し行くには欠点があるのも事実です。ここからは赤沢塾への行き方、そしてその欠点についても触れていきたいと思います。赤沢塾への行き方は、車で高速道路を使う場合、中部横断自動車道の下部温泉早川インターチェンジで降り、約30分程度で到着します。公共交通機関を使う場合、最寄り駅といっても直線距離約8キロ先ですが、裸駅があります。ですが特急停車駅ではないため、特急停車駅に限定するなら身延駅、下部温泉駅のどちらかでしょう。ちなみに身延駅で降りれば、直線約2キロ先にオンラインの撮影地となった旧沿道医院があります。身延駅、裸駅、下部温泉駅、どの駅からも早川乗り合いバスというのが1日5往復しており、七面山登山口、赤沢入り口で降ります。身延駅、裸駅から乗ると600円、下部温泉駅から乗ると400円です。バスに乗りたいのであれば、下部温泉駅から乗るのがおすすめだと思います。ただし一つ目の欠点、この停留所はあくまで最寄りの停留所というだけで、ここから約2キロ、40分程度かけて山道を登らなくてはなりません。また車で行く際も同じ道を通り、運転に自信がある方や、山道を通ることに問題がない人はいいですが、前から車が来たらバックを強いられるレベルの山道を通ることになります。一応車1台は確実に通れますし、ガードレールが所々にあるので、個人的にはマシな方かと思いますが、運転が苦手という方にはおすすめはできません。
ただ補足させてもらうと、七面山登山口赤沢入口停留所の近くにはタクシーの営業所があり、もし金額は気にしないという方は身延駅、下部温泉駅から乗ってもいいんじゃないでしょうか。ここまでは他の一部のトリック撮影地でも似たような欠点がありますが、もう一つ欠点があります。それは赤沢宿の位置です。都内から向かうとして、富士山があるため東京駅から向かう場合、山を越えて走る中央本線を経由して身延線に入る方法、もしくは東海道本線で富士駅まで行き、そこから身延線に、余裕があれば東海道新幹線で新富士駅などで降り、富士駅から身延線に乗る方法があり、どちらがいいかは乗り換え時間や料金の違いも大きいので、人それぞれとしか言えません。ですがこれは都内からの行き方で、西日本、東海方面から向かう場合どうでしょうか？勘のいい人ならわかるかもしれませんが、南アルプスがあるため、どうしても静岡県を通って浜松、静岡市を経由するような形で行かなくてはなりません。位置的には西日本、東海からも行きやすそうな場所ですが、乗り換え時間などを考えると、下手すれば名古屋から新幹線に乗って東京駅まで行く方が早い可能性もあります。車も同様、南アルプスを突き抜けるトンネルなどはないので、ちょっと残念です。ですが最後に一言、行く価値は絶対にある場所だと思いますし、こういった行きづらい場所にあるからこそ、赤沢宿のような場所があるんだと思います。撮影地巡りとしてではなく、観光としても行きたい場所ですね。今回ご紹介した赤沢宿、実はトリック以外にもアニメ作品に登場したりなど、実は知る人ぞ知る観光地なんだと思います。もちろん東日本や西日本どちらからも行きにくく、他の撮影地と比べても行きにくい場所だとは思いますが、逆に考えれば長野方面からは行きやすい場所だと思います。参考程度に松本市から赤沢宿へ向かった場合、車で約2時間です。ただ長野県はほとんどが山に囲まれた場所なので、場所によってはどちらにしろ行きにくいかもしれません。ですがもし行きたい、行けるという方はぜひ行ってほしい場所です。それではまたお会いしましょう。